夜にこの動画を見るのはやめておきましょう。ウォッチモジョジャパンへようこそ。今日はアメリカで最も不気味な街トップ10をご紹介します。今回は実際に起こった事件、超常現象の噂、あるいは長い年月による荒廃と理由は様々ですが、アメリカで最も不気味とされている街や地域をご紹介します。その評判を歓迎する街や地域もある一方、反発している地域もあるようです。第10位、ルイジアナ州ティボドー。ニューオーリンズは幽霊屋敷で有名ですが、その近くの街には人々が呪われていると思う過去があります。ティボドーはバイユーラフォーシュに位置し、長年にわたり数々の暴力事件が起こった地域です。その中で特に有名なのが、1887年にサトウキビ労働者による労働ストライキの後に起きた人種差別を理由としたティボドー大虐殺です。 There were thousands of workers who were evicted. They made their way to Thibodeau. Thibodeau became like a refugee center. They were all over. ストライキは3週間続きましたが、白人の準軍事部隊による黒人労働者への力ずくの攻撃により壊滅的な結果に終わりました。殺害された人数については不明ですが、数百人とも言われています。そのような歴史があることから、ローレルバレー農園に代表されるように、この地域には嫌な雰囲気が漂っています。第9位、ニューヨーク州イーストベサニー。イーストベサニーは小さな村で、特に見どころがあるわけではありません。訪れる観光客の多くはゴーストハンターで、現在はローリングヒルズアサイラムとして知られる建物の超常現象を目当てに来るのです。 It's a building with a long history. It was a poorhouse. It opened as a poorhouse in the 1820s. Later became an infirmary and then a nursing home.And that history, some believe, is very much present today. もともとはジェネシー郡の旧品農場として作られ、アメリカンホラーストーリー精神科病棟のロケ地にもなった場所です。Sister Jude calls this her stairway to heaven.不気味な歴史を逆手に取り、今ではゴーストツアーなど様々な薄気味悪いアクティビティを体験することができます。第8位、ハワイ、ワイルク。 On the lush green mountainside and stretching down to the sea, you'll find Wailuku, rich in history, culture, andThe heritage of the island. ハワイといえば、揺れるヤシの木やサーファー、太陽の光が降り注ぐビーチを思い浮かべる人が多いでしょう。幽霊や悪霊は思い浮かべませんね。しかしここワイルクには1920年代に遡るイアオシアターがあります。以前からこの劇場には女性の幽霊が住み着いているとの噂があり、地元の人々は照明に細工してはここを訪れる観光客を怖がらせています。1980年代に取り壊しの危機に直面しましたが、幸いにも取り壊されることなく史跡として保存されています。第7位、ウエストバージニア州サーモンド。ここは文明から完全に遮断されてはいませんが、外の世界とつながるのは道路と鉄道線路1本のみです。2018年のこの町の人口はわずか5人。かつては炭鉱で栄えた町ですが、現在は多くの建物が数十年前の姿のまま保存されているだけで、近代化の痕跡はほとんど残っていません。In the 90s, the Park Service wanted to start kind of like a living walking museum in the town to capture the old coal mining ambiance of a town that exists here that's kind of lost in other towns.かつてはチェサピーク&オハイオ鉄道の停車駅だった旧駅舎は、現在はビジターセンターになっています。この町を訪れると、かつて栄えた町がゴーストタウンになるまでいかに早いのかを思い知らされます。第6位、ペンシルベニア州セントラリア。人口が非常に少ないもう一つの町に、ペンシルベニア州セントラリアがあります。Mining towns across America regularly dealt with their trash by using abandoned coal pits as landfills. When full, these would be set on fire, and some believe this could be what triggered Centralia's downfall.町の人口が減ったのには理由があり、1962年に発生した火災は今も続き、有毒ガスが噴出し続けています。火災が鎮火するまでには数百年以上かかると言われています。町のあちこちに地盤崩落の危険性あり、この地域に立ち入ると死亡または重傷の恐れがありますと書かれた看板があることを考えると、不気味な雰囲気が漂っていることは想像できるでしょう。この町が近いうちに復興するとは到底思えません。第5位、アラスカ州ケニコット。廃墟となった町と言われると、アメリカ南部や中西部を思い浮かべることが多いですが、最後のフロンティアを忘れてはいけません。20世紀初頭、ある探訪者によりアラスカ州ケニコットで銅が発見されました。
まもなく銅発掘のためいくつかの鉱山が開かれ、町は繁栄の時代を迎えます。しかし1938年11月に銅が枯渇し、最後の列車がケニコットを出発すると町は廃墟と化してしまいました。今では観光客が旧鉱山を訪れ、かつて裕福だった町の名残を見るだけです。第4位、カリフォルニア州ボディ。カリフォルニア州モノ郡に位置するボディは、その歴史からアメリカで最もよく知られたゴーストタウンの一つです。1859年に探鉱者によりここボディで金が発見されます。その後1876年鉱脈の発見により、瞬く間にゴールドラッシュに沸く町となりました。 Located high up in the Sierra, Bodie had a similar population to LA in the 1870s and similarly ambitious dreams and a lot more gold。 わずか数年後に人口は1万人まで膨れ上がります。しかし1915年に金が掘り尽くされると、町はゴーストタウンと化してしまいました。100年以上も前に住民が離れた時の内装や家具が今もそのまま残っています。Normally you think of the town of a ghost town, three or four buildings max, and we have close to 200 structures here in town. 時間が止まったかのようなこの街を歩く時、確かに不気味な感じがすることでしょう。第3位、モンタナ州バージニアシティ、ネバダシティ。モンタナ州マディソン郡に1マイルほど離れて位置するバージニアシティとネバダシティにはそれぞれ興味深い歴史があります。どちらもゴールドラッシュに沸いた町で、ネバダシティはロッキー山脈西部で最も豊富な金鉱の町の一つとして、一方バージニアシティは悪名高い開拓者カラミティ・ジェーンがかつて住んでいたことで有名です。どちらも1800年代の建物が残っており、かつての町の様子を垣間見ることができます。ドラマ「ワイルドウェスト」で見る光景が広がっており、町を歩くと先人たちの亡霊を感じられるという言い伝えがあります。Tourists in the area say that paranormal events that take place, whether they hear noises or feel chills, leaves them with a lot of unanswered questions. So more and more people come every year searching. 第2位、ネバダ州リョライト。デスバレー国立公園の境界近くにあるネバダ州リョライトは、かつては栄えた町ですが、今では不気味な雰囲気を醸し出すだけです。ゴールドラッシュによって多くの人が集まり、一時はオペラハウスや証券取引所まである非常に賑やかな町でした。しかし1907年に金融恐慌が発生し、1911年にモンゴメリー・ショショーン鉱山も閉鎖されてしまいます。その後100年以上この町はゴーストタウンのまま、残っている建物の多くは廃墟と化し何も残っていません。リョライトもここで忘れ去られた人々の霊に取り憑かれているようです。1位の発表の前にトップ10圏外をご紹介します。サウスダコダ州デッドウッド、HBO のテレビシリーズの舞台。 I don't feel qualified to say. カリフォルニア州クレセントシティ、バッテリーポイント灯台には幽霊が出る。コロラド州セントエルモ、自称国内で最も幽霊の出るゴーストタウン。イリノイ州オールトン、マクパイクマンション目当て。 Welcome to the McPike Mansion. The entire house isn't open. It's still under renovation. Nobody's lived in here since the 1950s.But the sub-basement, the root cellar, the wine cellar, it's open. Ooh! 1位の発表の前にチャンネル登録と通知設定をお忘れなく。通知の頻度はお選びいただけます。第1位、アルバマ州オールドカハバ。カハバはかつてアルバマ州の州都でしたが、政治よりも幽霊で有名になった町です。アラバマ州で最も有名なゴーストタウンと呼ばれ、超常現象の伝説が古くからありました。その一つはシーシーペゲス邸の迷路庭園で不思議な球体を見たというものですが、邸宅は崩壊してしまい、もはや存在もありません。ウェブサイトデジタルアラバマ幽霊と心霊スポットガイドには、オールドカハバ考古学公園だけでなく、アラバマ州全域で起こったとされる怪奇現象が多数掲載されています。しかし廃墟とかし、幽霊の出るオールドカハバは他に抜きん出ています。いかがでしたでしょうか。コメントで教えてください。